にはガトリングしない方がいいけど、誰かに竹をずらして夢ルフィー強っ。これやばくない？真後ろにさ投げて、さらにここでロジャーも KO していくと、このタゲ変、これよこれ。どうも、北前でさえ、今回はですね、今までね、まあやってきましたよね。まあおでんの裏とつかなり、ヤマトの、裏雷鳴八景があったんですけど、今回はユメルフィーということで、ユメルフィーは何があるのみたいな、まああるんですけど、まあこちらスネークマンとバウンドマンの、まあこのガトリングが、最終段にタゲ変更ができると、はい、これがねまた強い。強いんですよね、タゲ変更。このガトリング系はマジで強くて、まあね、多分できてたらオープニングで多分乗ってると思うんですけど、やって、いや、まあどうなんですかね、なんかできてますかね。まあとりあえずやっていきましょうか、レッツラー。はい、ということで一戦目やっていくんですけど、まだ正直言って、ヤマトとか、まあそのトツカとか、まあレイリーだったり、まあ裏系あるんですけど、ルフィはねあんま使えないかなと思うんですよね。まあ強いよ、強いけど、やっぱ2人いないといけないからね、まず敵が。まあとりあえずこれジャスト回避失敗したけど、まあとりあえず OK。 さあこれバウンドマン狙っていきたいね。だから吹っ飛ばしてあるからきっとちょっと気をつけて、 OK、 あっち行ってる。さあ今のうちに、あ、まあダウンしちゃったけど、まあまあまあ全然 OK、 全然これとりあえずキットいくか、キットとりあえず KO したいな。いやー、これジャストできるか。おとりあえずジャスト回避で戻ってからのスネークマン、もう何が起きてるか分からないけど、とりあえず KO してる。さあこれはいけるか、うん、とりあえず KO、 強すぎる。普通にやっぱルフィ強いよね。てかこんなさ、なんか集まってたらタゲ変更とかする前に当たるよね。タゲ変更これ必要ないか、このステージだったら。まあ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 、とりあえずこれジャスト回避して戻って、最終段当たりそうなんで最後打っちゃって、はい、強すぎる。まあバウンド、待って、ルフィめっちゃ強くない？ルフィめっちゃ強く、ジャスト回避、やっぱよろけむ子強い。ルフィバケモンじゃね？え、こんな強かったっけ？で、カイドウってこんな簡単に倒せるっけ？めちゃめちゃ簡単じゃん。やばい、これはやばいけど、いや、とりあえずこれジャスト回避して、いやー、やばい、撃っちゃった。まあ、誰かに投げ、いや、まあ、犬神か。オッケーオッケー、犬神使ったって分かったのはでかいからね。もうここからはゴリ押しを、まあしていきたいんだけど、まあとりあえず距離取って、まあ裏も来てるんで、まあ裏も見ていきたいところではある。さあとりあえず一発2発、火力おかしいよね。火力マジでおかしい。さあここスネークマン。さあ勝つよ。スネークマンでさえ3万4000入る。さあこれジャスト回避したいな。ジャスト回避、さらにガトリング返し。はい。まあとりあえずもういっか。もうここら辺タゲ変更する必要ないよな、正直。やばい、ここでチームブースターマジでやばい。さあここの杯を狙って、いや5700、やばいな、これどうしようか。いや、いけるか。いやきついか。え、暗いすぎちゃう。あれ、チームブースだけど、あれそんな食らうか。あれ今めっちゃ食らったね。まあ、こっからじゃレイリーでいきますか。いや、あれそんな食らうか。ちょっとさすがに耐えると思ったけど、うわびっくり。さあない、やっぱルフィ強いな、こうやって見たら。やべ、とりあえずジャスト回避しちゃったけど、とりあえず打って、さあオッケー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 。じゃあこっちにキーヒーはくはるか、まあどっちかを選択させる作戦で、あ、オッケーオッケー。いやー、じゃあこれカイドウのジャスト回避して、さああっちのカイドウにタゲを取りの吹っ飛ばして時間稼ぎの、いや、まあこれでここ取れそうだね、今のナイス吹っ飛ばしで。裏もいけそうだから、まああとはここら辺で、まあ C 地点にいればまあいけるかなと。さあジャスト回避したってことはこれ当たる、はい、オッケー。さあいいね、ルフィーレイリーコンビいいじゃん、楽しいね。9400、はい、ということで2戦目やっていくんですけど、使わないね、このステージじゃ、このステージじゃ使わないな。そりゃ道細いもんだって。タゲ変更とかさ、まあ大事だよ、その大事だけど、なんかタゲ変更する間もないぐらいさ、なんか桃源突かおかしくなかった？今なんか桃源突かおかしかったよね、絶対変だったよね。いやー、とりあえずこれどうしようか、ドビーどっちにか分かんないけど、おお、シールドハッカーいい。さあここからこれが強すぎる。いや、吹っ飛ばしか。まあ、ドビーのシールド破壊して、今ロジャーが一回落としてくれたんで、まあ全然プラスでしょ。さあ全然プラスということで、さあこれどうしようか。いやー、でもドビーめんどいんだよなマジで。さあ一旦戻っちゃいいの。さあここはよいしょ、オッケー。いや、ゾフィーめんどくさいから一旦逃げよう。これ裏行くか。普通に裏行って、今回タゲ変更やりたいから、
ちょっと裏行きの、なんか攻撃しながら裏倒すみたいな、ちょっとやってみたいな。いや、どうしよう。こっち誰だ、キットか。オッケーオッケー。さあ、キットならいけるから、キットやっぱダメージめっちゃ入るんすよね。さあ、これは吹っ飛ばし、オッケー。ジャスト回避失敗したけど、これが当たる。さあ、回避ないところを。はいはい、これタゲヘッコでフランキー押そう。あれ？結果、あ、まあまあまあ、なんか結果オーライ。なんかタゲ変更多分できてはなかったよね、今。間違いなくできてはなかったけど、まあ結果オーライ。まあ結果オーライ。まあ結局、まあまあまあ、タゲ変更。そう、まあまあまあ、そう、まあまあまあ、大事だよ。大事だからね、タゲ変更。ちょっとこれは怖いから一旦逃げるか。オッケーオッケー、おでんナイス。いやー、ブースト来るからね。さあ、ここは、オッケーオッケー、とりあえずジャスト回避一発殴ったら、はい、これが後半当たる、完璧。これタゲ変更したい、タゲ変更して杯の方に、あ、やばい、届かない、やべ、あ、おお、でもこういうことよね、タゲ変更こういうことだよね。ガトリング撃ってたのに、あれ、そっち行くみたいな。オッケーオッケー、いや、オッケーオッケー、今ので感覚がつかめた。で、てか今通常攻撃強くね。通常攻撃ダメージ入りすぎやろ。一旦戻りの、いや、おでん怖いな。ちょ、おでんがいるから回避できないけど、いや、この坂を利用して、はい、これはいける、はい、完璧、いいね、終わり際を。いや、やっぱね、この坂を利用するっていうのはね、めちゃめちゃ大事ですよね。戸塚とか特に瞬間移動系ってなんか坂で結構ミスするイメージがあるから、これフランキーに対してやって、キットに対してやりたい、キットに対して竹変更いけるか。あれ、なんか絶対今竹外れた感じしたもん。いや、いや、まあまあまあ、難しいな、ちょっと難しいな。いや、これどうしよっか。これとりあえず一回回避使ったんでいける。さあ、もうここでディフェンダーでね、いてももう何もすることないよな、正直。さあ、まあ裏は任せてくださいと。さあ、一発、さあ一発にやつ、ここジャスト回避、オッケー。やっぱよろけ向こうって最強だよな。これはフェイントで、あ、うまっ。それジャスト回避は、これ3発目、うわ、打ってこないか、いや、打ってこないか。まあ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 、勝てるけど、まあとりあえずおでんさんありがとうと。いや、これはスネークマンで、あー、出した、強いね、ルフィ。使わなくても強い。はい、ということで3戦目よろしくと。いや、いいじゃん、鬼ヶ島ルフィ、なりすまし企画じゃないですか。さあ、なりすましも踏まえてやっていきたい。これトリギアとか狙っていきたいね。いや、でもこっちロジャー開始使ったから、これ核で当たる。いや、これさ、ガトリングして、ロジャーにはガトリングしない方がいいけど、誰かに竹をずらして、夢ルフィ強っ。これやばくない、真後ろにさ投げて、さらにここでロジャーも KO していくと。このタゲ変、これよ、これやばいな、これやばい、避けれなくね。だって後ろのさ、やったら、え、なんでガトリングこっち来るのみたいになるでしょ。さあ、これはジャスト回避の終わり際を狙って、強っ、待って、うわ、これがやりたかったんだよ、僕これが、ちょっとこれ届くか、間に合うか。いや、強っ、通常攻撃強すぎだろ。さあ、これジャスト回避一発に圧、いや、投げ怖いけど、いや、ちょっとその感覚も怖かったな。やばいやばいやばい、とりあえずこっち行きの、さあ、あっち一陣多分大丈夫か、一陣大丈夫だね、オッケーオッケー。で、支流をちょっと見ながら、カイドウさんが、あー、どうなんだ、オッケー、ここ行けるな、はい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 。さあ、ここでナイスカバー、いや、ごめん、いや、なんか投げか、はい、完璧、強っ、ユメルフィーやっぱ強いな。てか、さっきのガトリングやばいな。あれをな、なんかもっと安定感っていうか、なんか使いこなせればね、うまく。いやいや、ちょっとロジャーだけが怖いな。ロジャー怖いな。いや、おでんも怖くなっちゃったな。どうしよう、これ。危ない。さあ、これは一旦戻って。さあ、スネークマン、はい、強い。ジャストガイス。さあ、ここはちょっとどうしようか。気絶入ってるからな。これ、ルフィに対して。いや、ルフィ押してもなんないな。いや、たまにこれなんないときはどうすればいいんですか、皆さん。やばい、ロジャー来てる。いやー、6000くらいすぎ。え、これなんないときは皆さんどうすればいいんですか、タゲ。ちょっと待ってね。これは、オッケー。距離取れば大丈夫。さあ、カムサリ大丈夫。強すぎ。強いね。さあ、これはちょっと死にたくないから、ちょっと距離取りながら。はい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 。はい、オッケー。で、待って、夢ルフィ、化け物じゃね？やっぱこうやって見ると。めっちゃやばい、おでん来てるから、あ、おでんでチームブーストなんで、これはもう取られてもいいから、取り際を確実に倒していく戦法でいこう。取り際を確実に倒して、もう大怪我しない作戦で、危ない。いや、ちょっとおでん取り際狙わなかった、ちょっと作戦が崩壊。いや、レイリー来るなら全然、あ、オッケーオッケー、ナイス。どうなる、あ、オッケーオッケー、これ取り際いこう、これでかいわ。やっぱ取り際を KO できるのやっぱ痛え。やらかした。いや、まあまあまあ、こっからレディ行くか。いや、まあ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 、でも他の人がね、頑張ってくれてるんで、やっぱチームブースト来てるから、最初の4取りが激アツだったからね。いやー、これは まだ突っ込む必要ないか。でもあのロジャーに対して行くか、行くか。あと残りすご、
これジャスト回避しちゃうな。いやだ、こっち行ったらどうしよう。これいやラッキー。いやちょっと待ってね、これでも取られちゃうんだ。いやだよ、大丈夫か。他のところ取ってくれてるからゲッターさんが。いやオッケーオッケー、ナイス勝利ナイス勝利。オッケー、なんでどうなってんの最後。はい、ということで4戦目ラストやっていこう。いやもう身につけちゃったね。いやもう完璧にできるようになったから、もう俺は最強ということで。しかも上ね、2対2だから、これ活用しないことないでしょ。まあ、とりあえずここ握っちゃって取り際やられちゃうんですけど、まあ、しょうがない。おっと回避が間に合った。いや、これいけるか。よし、これ連打だ。さあ、これはジャスト回避してちゃんと見てる。さあ、これは、いやー多分振動状態、燃焼状態、上書きされちゃって振動切れたな。いや、まあまあまあ、そういうこともしょうが、全然あるからね。全然オッケーよ。まあ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 、そういうこともね、うん、全然なきにしもあらずですからね。さあとりあえずこれ回避を読んで、さあスネークマン、さあスネークマンになった理由はここ旗ちゃんと握れるか、回復があるから。だからこれごめん、取り際はごめん、守れない。これどうしよう。なサボと多分ね、あの中バウンティーラッシュでは良くないかもね。相性悪いかもしんないわおもろいなそれ。やばい、ルフィもいったよ。いやこれは無敵合わせ。はいはいはい、これは大丈夫。さあガトリングが、あ、まだ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 、あ、じゃあちょっとなんかすごいなんか相性悪い俺ら多分相性悪いわこれどうしよう。これとりあえず危ない、逃げよう。とりあえず一旦無敵できるまで。いやーでもこれ、あ、スネーク握った。さあこれでもルビー来るからジャスト回避。さあこうやって、はい、回避したらスネークマン。さあこれ後半やったんでこれのガトリングが先行はしない。なんで向こうのがガトリング早いの、なんでよ。